コロッセオは誰もが訪れたいイタリアの人気観光名所です。ローマの中心地にあるので移動の問題もありません。とは言っても知っておくべきいくつかの事実があります。コロッセオは円形劇場であり、長きにわたって多くのローマ皇帝により建設・増設されてきました。コロッセオでは剣闘士が戦ったり、戦いが再現されたり、処刑が行われていました。コロッセオの下では囚人が処刑を待ち、世界中の動物が檻に入れられ、剣闘士が闘技場に入る準備をしていました。コロッセオはその歴史を通じて多くの処刑が行われたため、現在は死刑を表すためにも使われています。世界中どこかの囚人の死刑判決が軽々になると、コロッセオの夜間照明が白から金色に変わります。西暦80年、今から2000年近く前に作られましたが、現在でも世界最大の常設円形劇場です。ほぼ2000年の歴史があるにもかかわらず、戦闘娯楽はその約4分の1しか行われていませんでした。近年ではトレーダー、アーティスト、職人がそこで働き、人々はそこで祈り、埋葬する場所としても使用されていました。幸いなことに現在は保存されており、観光名所としてのみ使用されていますが、コロッセオは様々なショーやイベントの背景として使用されることもあります。コロッセオに行く場合、私からの唯一のアドバイスは、事前にチケットを予約し早朝に行くことです。そうすれば待ち時間が少なくなり、より楽しめることでしょう。これらの事実がコロッセオの長い歴史についてさらに学ぶきっかけになることを願っています。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をお願いします。